Welcome to Superstar Channel。 すっかり雪も溶けてきましたね。一回思いっきり降った後になんか全然降らなくなっちゃって、お正月案外暖かかったですしね。もうそんな記憶すらもすっ飛んでるほど忙しかったですね、しばらくの間。そうですね。あ、明けましておめでとうございます。もう1月中旬ですよ。過ぎてますよ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新店舗オープンへの道ということでやってきてるんですけど、はい、あ、そうですね、やってますね。これに関しては皆さん明けましておめでとうございますということで、はい、おめでとうございます。おめでたいと思います。前回が12月年末行った時は機器の見積もりということでお話聞いて、そうですね、厨房機器のメーカーさんに来ていただいてね、あれやこれや目が飛び出るようなプライスをいただいて、はい、撃沈しておりましたが、その後何かこの機器にしようかなっていうのは、いやー、そうですね、さすがにね、やっぱり新品がいいんですけど、新品を入れるとなると、本当にあれですね、結構いい車買えるぐらいの値段になるっていうのが分かったので、そうですね、かといってね、あの汚いやつは使えないので、綺麗な中古を中心に揃えて、それでもまあもう出てこないものに関しては、まあ時間的なねこともあるので、新品で揃えようかなとは今思ってますね。その辺はこういうのにしようっていうのは見積もりは立てたんですか？厨房の中のこう動線だったり人が通るところの隙間だったりを考えて、こう機器のサイズがだいたい基準がそう120、150、180ってみんな決まってるので、今それを中古でいいのが出てくるのをこう毎日見ながらちょっとずつ買い揃えてる段階です。あ、なるほど、はい、前回動画壁むき出しだったり、あ、そうですね、バリ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 やってらっしゃいましたけど、前回はちょうど壊してるところでしたからね。はい、今日はどんな風になってるか、どれぐらいぶりに行かれますか？僕は1週間ぶりぐらいですかね。お、もう2週間3週間ぐらい経っちゃうかもしれないですけど、そうですね、壁はだから大きな変化を迎えてると見せてると思うんですけどね。あ、じゃあ前回動画とかでバーンと綺麗になったところを、壁だけはそうなんですよ。床はね、またあのその全部壁屋さんだったりとかが終わらないと、結局ホコリとかゴミとか全部下落ちちゃうんで、そうですね、はい、上からちゃんとやっていかないと。そうなんですよ。今日はじゃあ良くなったところをぜひ皆さんに見ていただいて、そうですね。あのまだクロス屋さんが入ってないんで、まだあのなるほど、はい、石膏ボード打ちっぱなし状態のあのなんかそういう壁なんですね。はい、むき出しの壁というか、はい、下地がやっと出来上がったところですね。でね、電気屋さんが今配線してくれて、天井の穴、あの電気のところの穴開けてもらったりとか、はい、現状はそこで先週止まってました。なのでその後1週間僕行ってないんで、そうですね。はい。さらに滝沢さんも知らないところが見れるかもしれないですけど、そうですね、はい、じゃあ楽しみに向かいたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ現地に着きました。はい、店舗の方に到着しましたが、こうピロ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 って、なんかピロピロピロ、あのナンバーピロピロピロ、ここ立ってればいいんですね。はい、はい、年末ぶりのこの店舗でございますが、約 2,3 週間ぶりでございます。はい、あ、そういえばこの井戸、あの YouTube で有名な、聞いてもいいですか？はい、なんで石鹸があるんですか？あの中のキッチンの水道の位置とか、はい、いろいろなのがあのダメだったので、水道の位置を変えるためにこう水道管を全部切っちゃったんですよ、あの中の内装を出すために。そうすると中水道全く使えないので、この井戸水で使ってちょっとしばらくの間洗ったりしてたので。綺麗な水は出るようになったんですか？見てください、これ。あ、そういう問題ではなく動かない。ここに水があるんですよ、その予備水っていう、下から引っ張る水が、はい、こんだけ寒いんですよ長野県、はい、朝マイナス6度とかですから。うわ、かった。はい、井戸が凍っております。もう手洗ってたということで、はい、のあ、でも飲めはまだ、ね、飲むのはね怖いですね。あの加冷水が出てきたじゃないですか。あの後ずっとこうやってね 3,40 分やってたら、透明な水はもちろん出るようになったので、多分手洗うのは問題ないんじゃないかなと、ただ飲むのはあの自己責任でお願いします。もちろんね、あの今度水質検査、あのお店がオープンしたら水質検査を出して飲めるかどうかっていうのを確認してから、きちんとここに張り紙を飲めます飲めませんやろうかなと思ってます。皆さんぜひその時にはね、触りに行きたい、飲みに行きたい。あ、そうです、安曇野のお水をね汲みに来ていただければ、もうただでもうお水手に入りますんで、はい、よろしくお願いします。来てください。じゃあお店の中行ってみましょう。はい、
ってみましょう。今日もね大工さんの方が来ていただいてるので、もう1週間もいないからね、怒っちゃってねどこに何していいか分かんねえじゃねえかっつって指示しろっつって、ただちょっとオートサロンで忙しくてね、あんまりあのできなかったので。おはようございます。わっ、ガラス来ましたね。ガラスが来た。おお、ずいぶん前回と大きく来ました。お疲れ様です。またピロ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 っとじゃあこっち側から行くです。おお、じゃあいつもこの角度覚えてますよ。よく撮ってた角度。そうです、だいぶ今ね下地が終わって、ええ、あとはこのまあ熱が入るところだけキッチンパネルっていう防火と防熱のパネルを貼ってもらってあってですね、今はそんな状態ですね。あとは壁にクロス屋さんが来たら貼ってもらうような、今はそんな段取りのところですね。お、はい、前回打ち合わせた通り、ここにやはり火の使うガスコンロものを設置されて同じような場所に配置します、ね、その予定ですね。まあね、このフードがねもちろん使わないともったいないので、でガラスもね貼っていただいて、お客さんから中がねオープンキッチンで見えるように。なるほど。あ、これ扉ですね。これを取り付ける。あ、そうか、それをつけて上をつけなきゃいけないですか。じゃあいろいろ壁も綺麗になってきて、この後はどういう風になっていくんですか。はい、この後ですね、今、石膏ボード貼っていただいてて、で天井もまだむき出しなので、クロス屋さんに来てもらって天井横っていうのを貼り付けてもらってから、今度床の方の塗装屋さんが来ていただいて床を綺麗にして、そしたらやっとね、機材の方が搬入できる状態になるのかなというところですけども、クロス屋さんがもう2週間ほど連絡がないので、いつからやるのかも僕も分からずいつ終わるのかも分からないっていう、今2月の中旬ぐらいまでにはね、ある程度形になってたらいいなっていう希望的観測で言いますけども、はい、ちょっと電話してみます、これから。はい、あ、ぶっちゃけお店を開店するっていうのはこんだけ大変な感じだと思われましたか。いや、結構大変ですけど、大変なのは僕じゃなくてね、やってくれてる皆さんなので、僕自身はもう一生懸命お金を稼いで一生懸命こうやって皆さんにお仕事していただくっていうところだけなので、僕はそんなに大変じゃないですけど、もう1ヶ月ぐらいねやっていただいてるので、今日はどうも取り付けられるということで、はい、ドアを取り付けていただいてですね、はい、まあ、こっち側もねまたドアやったりとか内装をやって、であとね職案の方と、あと求人誌の方に今募集の方を、おやき屋さんの働いてくれる方を募集しております。年齢不問でございますので、高校生からおじ